皆さんこんにちは、山口紗尾です。今回はですね、美大についてお話ししようかなと思います。まあ美大だけではないんですけど、主にこう何ですかね、日本の美大、まあ特に私は芸大出ましたけど、まあその何というのか、あの一番美大らしい美大だと思うんですよね。でまあ今のちょっと芸大の様子ちょっと離れてますから、まあ少し前、私がいた頃の様子、私が受験していた頃の、まあ、様子なんかをちょっと踏まえながら、まあ究極的にはっていうのか、まあ、美大っていうのはなんかこんなところでこういうことが養われて、まあ、そもそもどうやって入るのかとかですね、まあ、そういったところを、あの実際その経験をしてない人だとさっぱりなんだかわからないと思うんですよ。そもそも行って何やるのか、どうやって入るのか、英語ができれば入れるのかとかですね、あの、まあ、全然そんなことはないんですよ。で、ちょっとそこをお話しておこうかなと思います。で、私が出たのはですね、その油絵科っていう、まあ、油画科って言いますけども、そういったところを出ましたので、まあ、そのちょっと、他の学科の話っていうのは、例えば建築とかですね、それはちょっとよくわからないので、まあ、ちょっと知ってますけどね、もちろん。あのリアリティを持っては知りませんので、まあ、ここで話すのは主にあの芸大の油絵科にずっといた人間が、あのどんな感じのところで、まあ、どういうふうに捉えたらいいのかなっていう、まあ、一応考えは持ってますから、それをお伝えしていければな、いけたら面白いかなと思ったんで、まあ、この動画を撮っております。まあ、ちょっとこう下からだんだん時代が、あの新しくなってくるっていうようなイメージで考えてください。まあ、まず、高校から始めましょうかね。で、まあ、今高校生とかで、例えば美術部にいたりとかですね、なんかこうね、アーティストになりたいなと、まあ、美術系のアーティストですよね、になりたいなと思っている方とかね、いるかもしれませんので、まあ、ちょっとそこら辺の方はこの辺興味を持って聞いてくれるんじゃないかと思いますが、まあ、私も美術部にはいました。まあ、美術系のね学校ではないんですよ、高校時代だけど、まあ普通の普通科の高校の普通科にいて、で私は美術部に入っていました。でも、まあ、まあ部活ですから、そんな四六時中ですね絵を描いているわけではありません。まあ、午前中からですね、昼過ぎまではですね、当然まあ、英語があったり、ね、歴史が、まあ、世界史取ったり、まあ、世界史は取るも何もやんなきゃいけないんですけども、地理取ってましたが、地理やったりとかですね、生物があったりとかですね、まあそういった普通のいわゆる五教科的なものとか、まあそういったものをやってました。で、まあ、帰りがけにね寄って2時間とか、まあ、3時間とか、まあ、ちょっとよくは覚えてないですが、美術部に行って絵を描くみたいな、なんかそんな形でしたね。で、どういったものを描いたかっていうとですね、もう本当にやりたいものをやるっていう感じでしたけど、まあ、油絵を描いてましたね。で、当然ですね、まあ、この頃からですね、まあ、芸術家になりたいなと思っておりましたから、絵描きになりたいなとかね、まあ、その頃は主に、今は私立体作品も作ってますけど、まあ、絵を描いてやっていく、絵を描き続けていくっていうことができたら素晴らしいことだと思っておりましたので、まあそんだったらじゃあどうするか、進路はどうするかっていうのを、まあ、考えると、いやもうなんか絵を勉強するんだったら美大だろうみたいな感じですね、美大受験をすることにしました。ということでですね、まあ、高校の次にですね、まあ、じゃあ大学に行くわけですが、まあ、ここにこうドーンとね美大っていうのがあるんですね。まあ、美術大学のことですよ、美大って、いうのがあるんですけども、じゃあこっからここにじゃあね入れるのかと言いますとですね、これがね難しいんですよ。だけど高校ではもう5教科ですから、5教科関係ないんですよ、ね、その英語なんかもう全然わかりません、パッパラパーですと、受動体も作れませんみたいなね、そういう人です。
人、まあそういう人でしたけど、あのまあそういう、まあそれが仮にできたとしても、もうセンター試験のね、なんか英語なんかもう、もうほぼ確実に満点だなみたいなね、まあ、あのそういう、もう人、まあ、英語だけじゃなくて も, もう 何の教科を受けてももう満点だなみたいな、これだったらもうなんか東大も軽く入れるなみたいな感じの人でも美大には入れないですね。美大はそのそもそも5教科じゃないから。でこれは何かっていうと、まあです、まあ、入試はですね、まあ、油絵科の場合はですね、まあ、まず1位でデッサンがあって、まあ、鉛筆デッサンでしたけども、あ、木炭デッサンの場合もありますね。あの、まあ、これはちょっと大学によって違うと思いますが、あの芸大はあれでしたね、あの鉛筆デッサンでしたね、まあ、国技館で、ね、やってたんですけどね、当時は。今は違うみたいですけど。で、二次試験で、まあ、油絵を描くっていう、なんかそんな感じでしたね。むちゃくちゃこれ絞られましたね。あの絞られたっていうか、倍率はね、かなり高かった。30倍以上ありました。40倍まではなかったと思いますけど、あのなんか30人とか受けてなんか1人しか通らないみたいな、もうそのぐらいの倍率なんですよね。でどうしてそんなことになるかっていうと、あのまあそもそも取ってる人数が少ないっていうのもあるし、あの美大自体があんまり多くありませんから、あの受ける人はみんなあの限られた、ね、4つとか5つとかの美大を全部受けるんですよ。なんで、なんていうんですかね、倍率は異常に上がるみたいな。実際にあの難しいです。なかなかパッとは入れません、ですけども、まあ箸にも棒にもかからないような人たちも、まあ、受けたりなんかするんで、なんかおかしな倍率になって、すごい倍率でしたけどね。今はもうちょっとね下がってるかもしれませんね、倍率は。でもまあ本当になんかこう受かるかもしれませんよみたいなレベルの人が、まあ、10人ぐらいに1人ぐらい受かるみたいな、なんかそんな感じでしたね。まあ運もあると思います。だからもうこの人はもう受かんないなと思うような人はやっぱりもう最初からね受からないんで、受けたって無駄っていう感じですけど。ですからですね、これはあのデッサンを異常に鍛えないといけません。で、二次試験の油絵、確かに油絵もあの油絵の具で絵を描くんですけれども、課題が出されて、で実際にモチーフが置かれてたりなんかするんで、あの、まあ、油絵の具を使ったデッサンみたいなもんなんですよ、このこれも。まあ、中にはね、多少その独創性を要求されるような課題を、まあ、出したがる傾向にはありましたけど、まあ、今も多分あると思いますが、やはり見てるところは主にこのデッサン力、まあ、デッサン力があるかどうかっていう、まあ、ここを見てます。でまあプラスなんかこうちょっとなんか課題にちゃんと答えてないとまあダメですとかね、まあ、あるいは課題にちょっと面白く答えてますみたいな。だからあんまり極端に変なことやるとかえってあの落とされたりするんですけど、まあ、ちゃんとした格好たるデッサン力を持って、でそこの部分を外さないできちっと描いているみたいなものがやっぱり取られやすい感じがありましたね。なんでまあ評価の方法としては、方法っていうかな、あの評価は多分そんなすごい極端にはぶれないと思います。あの結構これってテクニック的なところなんで、あのまあ正解ないようですけど、実はかなりあるんですよね。ですから、まあ、評価する方、人間は、まあ、中の教授の人たちは、まあ、そんなに、まあ、多少揉めることはあるけども、まあ、ほとんどあのすんなり、あ、これはこれよりこっちがいいねとかは言えるような、あのなんかそんな感じが私はしますね。なんで、まあ、とにかくこのデッサン力の異常な向上が必要なわけですよ。ということはですね、この美術部で、まあ、そんなに、まあ、多少は、ね、やってくれたりしましたけれども、あの美術の先生もね、それじゃ全然足りなくて経験値不足ですよね。だからま あ, あの普通東大受けますとかいう人はね、なんか予備校に行ったりなんかしますよね。それと同じようにですね、ここにですね、まああるんですよね、その美大対策予備校とかね、
きますと。でここはですねどういうところかというとですね、一日中絵を描くところです。いきなり行ったらですね、なんか木炭が渡されてですね、よしあれを描けみたいな感じで描くみたいな、そういうあのところです。で絵の具に まみれながらですね、別に英語もやらずにですね国語もわからないみたいなね、漢字も読めませんみたいなね、だけど絵だけはひたすら描くみたいな不思議なところですが、あのそういうところでですね、私は2年間いました。で、高校3年のところはちょっとかぶってですね、あの高校行ってから、あのその帰りにですね、3年になったらもう部活もあまり行けないんで、もう直接高校終わったら速攻であの、予備校の方に行ってましたね。でそうですね、でそれで落ちて、当然現役ではなかなか受からないところなんで、3浪とか2浪が非常に多かったですね。現役は私の代は5人ぐらいはいましたけど、ほとんど、浪人して入ってます。で今からあのちょっと、説明します。余談で言いますと、あの浪人はね結果的にはすごくしてよかったなと思います。どうしてもね現役で入ると、やっぱり、高校から帰りにちょこっと寄るだけですから、そんなにすごい極端なデッサン力でつかないんですよね。でたまたまその問題って、あのデッサン課題とのね、入試の時に出される課題との相性が良かったり、ちょっと器用にね早めにパパッとこうなんか技術を習得するセンスがあったりなんかする人が運よくパッと入ったりすることあるんですが、あのやはりこう朝から晩まで1年2年3年書いていた人にはちょっとなかなか勝てないというようなところがあるので、この入った段階で勝てないんじゃなくて、それからしばらくかなりずっとなんかそこはやっぱり差があったような気がしますね。というのもここ の予備校で、鍛えるような感じで大学入ってから以降なんかデッサン力を鍛える機会ってあんまりないんですよね。よっぽど自分で意識的にストイックになんかお弟子さんの修行を今始めるぞみたいなことを やらない限り、やらないんですよ、そんなのね、普通はね。やってる人もごく稀にいますけど、そして成功してる人もいますが、あんまりやらないので、ここで、受験のプレッシャーでね、青ざめながら、日々、こう、なんかね、石膏像を描いて、私の代はあんまり石膏像も描きましたけど、石膏像そのものを毎日描くっていうようなことはあんまりなかったですが、いろんなね果物が置いてある生物画とかモデルさん来てその、人間描くとかね、そういうことをやったりとか、なんかリンゴを渡されて描くとかね、そんなの毎日やってました。でそこで、私は利用して2年間、1年プラス、高3のところかぶってますからね。でここに2年間いて、でやっとあの2浪して受かって入ったみたいな、なんかそんな感じなんですよ。ですから入ってくる人間はものすごいこうデッサン力がもう鍛え上げられてるわけですよ。むちゃくちゃうまいっていう感じですね、もう入ってきてる段階で。で、皆さんに別の動画でねお話ししました、あの表現の構造っていうあの図ありますよね。ちょっと書けないと持ってありますけど、こういうことですよね。で見えますかね、これなんか後であの出した方がいいんですかね。ここです、このテクニックの部分です。受験っていうのはデッサン力って、ここなんですよね。でこのデッサン力をひたすら鍛えてポンと入るわけですよね、美術大学にね。でその時に、実はコンセプトもうどうでもいいわけですよ、その入試の時は。どうでもいいとまでは言いませんけど、要はそっちを重視するしすぎない方がなんかうまくいくんですよ、ね、素直に、もうテクニックだね、そのデッサン力を上げるぞみたいな気持ちでやった方が、要は受験には成功しやすいです。やっぱりこれを評価してますから、主にはこれですね。100% これとはちょっと言えないけど、100% これって言うと中のね教授の人が、いやなんかもっと、ね、違うところを見てるとか、ね、おっしゃる
先生もいるかもしれないんで、まあ、でもまあちょっと受験生目線からすればやっぱりデッサン力大事ですよ。予備校で教えるのはやっぱりこれなんで。で入るとですね、ここで日々デッサンをしていた時代があるわけですね。受かるまではそういうデッサンをやってたわけですよ。まあ油絵の具でやったりもしてたし、で課題が出て書くみたいな、ね、1週間とか2日とかで、まあ、次みたいな感じでね、どん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 あの短いスパンで絵を描いていく、まあ、長くても1週間っていうような形でやっていたのが、入ったら突然ね、いや自由です、あなんかやってくださいみたいな感じになって、で、まあ、先生自体はですね、もうその部屋にいなかったりなんかするような、あのそんな感じになるんです。で、まあシチュエーション的にはですね、まあある程度大きな部屋にあの学生たちがね、はいじゃあここでね書いてねって言って、あの与えられて何か何人か入れられると、で別にそんなあの今日来ても来なくてもいいみたいな、なんかそんな状態です、ね、好きな時来てやってくださいみたいな、あ来なくてもいいし、まあ全く何も作ってないでさすがにね、あの一応提出してあの教授の人たちに見てもらうっていう、まあ、締め切りのようなものは一応あるので、でもそれが長いんですよ、スパンが。もうなんか2ヶ月とか3ヶ月とかなんですよね。さて何を作ろうみたいな、何を書こうみたいな感じになるわけですよ。みんなうまいんですよ、そこにいる人たちは。むちゃくちゃうまくデッサンできるんですよ。だけどコンセプトなどというものを、ね、あんまり考えてなかったんですよね。なんでこう、まあ、一応テクニック OK ってなった時にコンセプトはみたいな、これがね、あの考えたこともないしなかったっていう人、しかもそのこの、 あの予備校時代にむちゃくちゃもう書いてますから、もう絵っていうのはこんなもんだっていうちょっと固定概念みたいなのも、まあそれはちょっと弊害なのかもしれないですけども、あの一緒に持ってますから、あのもうよくわかんないんですよね。もう予備校で出たような課題を、ね、自分でこう作って、なんかこう布をかけたりとかねして、それでこれ描いてみるとかね、まあ、ちょっとあの期間が長いから画面のサイズを大きくしようかなみたいな感じでね、同じ油絵で描いてね、で、まあ、3ヶ月ぐらいしてですね、教授の人たちがこう、まあ、見るわけですよね、作品を、まあ、その時初めて来るみたいな感じですよ、もう本当に。でその時に、これなんで布を描いたの君とか言われるわけですよね。で、なんで布を描いたのかよくわからないんですよ。なんかここでやってたようなことをちょっとこうここでやってみましたみたいな、なんかもうそんな感じなんで、あの これがね答えられないんですよね。でね、まあそもそもなんでね油絵にしたのとかね、なんでこの画材で描いたのみたいな。いやだって油絵から入ったから 油絵で描くんじゃないのみたいな。いやそのもう全然こう噛み合わないわけですよね。それそうですよね。これがないから。で、多くのね、あの美大生っていうのはですね、この1、まあ、大学に入って1年、2年とかね、この学部生の時ですよ。あのこれが見つけられなくて、やめてしまう。まあ、多くっていうか、まあ、もしかしたら半分ぐらいかもしれませんね。むちゃくちゃデッサン力あるのに、あるのにですよ、あの何書いていいか分からんっつってやめてしまう人がいるんですよね。でもうなんとかね、その間にですね、学部にいる間にですね、4年間ぐらいとか、まあ、一応4年間ですけども、ああ自分はこういうことに興味を持って、まあ、こういうことを訴えたいんだなみたいなことをなんとなく感じ取って、でここの、なんか予備校時代にね、あの培ったテクニックを何て言うんですかね、まあ、うまいこと使って適切に使ってコンセプトを表現するっていう、まあ、そういうことが始められた人はついにあの芸術表現ができてるっていう状態になるわけで。あのそれが見つけられて、そうまくこう噛み合った人は、あのまあ何ですかね、芸術家としてねやっていくわけですよ、この、まあ、大学にいる間にね。それがこう何か見つけられない人は、なんとなくすごいうまい絵のようなものを何かこういっぱい描くんだけど、
なんか飽きてきちゃってね、でなんか別のことをしたりとかね、まあ、そういうのが悪いわけじゃないですけども、なんとなくこうフェードアウトしてしまうと、ね、大学にも来なくなって、まあ、大学に来なくなってっていうか、大学に来てなくても他のところでね作ってればいいんですけども、作品自体を作んなくなってしまうっていう人もまあまあいましたね。だからハードルが2つあるっていうことですね。それはどういうことかって、どこかっていうと、まずこう単純にこのデッサン力、これを我慢してっていうか、もう身につける戦いみたいな。でまあ分かりやすい何ですかね、その期限が、まあ、入試っていうのがあるんですけども、まあ、ここに向けてひたすらこうデッサン力を身につけるために頑張る。でもちろんそのプレッシャーに負けたり、途中でへこたれてしまうというような人はこうドロップアウトしてしまう。まあ、ここが一つのハードルだと思います。でドロップアウトする人の中にも何ていうのかな、まあ、これは早熟とも言えるし、まあ、何つっと言っていいか分からないけど、先にコンセプトを見つけちゃって、自分のコンセプトのためには、まあ、こういうデッサン力はとかこういう書き方は自分のこうコンセプトを表現する上で何かこう意味がないって思っちゃって、でこれを鍛えなくなって、で入試しなくなっちゃうっていう、そういうパターンも実はあるんですよね。だからそういう人はもう関係なく作家活動すればいいんですけどね。で、まあちょっと話がそれましたけども、で、大学に入ってからは今度これが見つけられるか、まあオリジナリティがあるなんか、もの何かしらのコンセプト、人に伝えたいものとかこととか気持ち、これを見つけられるかどうかっていう、これが第二のハードルですね。ハードル1で、これがハードルで、このまあ中にはこのデッサン力とコンセプトっていうのがうまく噛み合えば、噛み合うとまあちゃんと美術表現をする人なんですね。まあ、つまりアーティストですよね。まあ、表現者ですよね。表現する人ですよね。でまあその中の何パーセントか、あ、まあどのぐらいでしょうかね。あ、でも結構多いんだよね。ほとんどここまで行った人、まあ、美術表現をする人、フェードアウトしなかった人はそのまま大学院に行きます。まあ修士で、ほとんど行くんじゃないですかね。私の感覚ではなんかコンセプトが見つけられなくてドロップアウトした人以外はなんか全員ここに上がっていくみたいな、なんかイメージがありましたね。まあ芸術活動っていうのは大体その、まあ、4年間とかじゃなくて6年ぐらいやるようなもんだよみたいなね、なんかそのぐらいやらないとちょっとピンとこないのかもしれないですね。あ、まあこの前のを入れたらねもっとありますよね。なんかただひたすら技術の修行をしてた 時期もあるから、まあそこまで入れればなんかもうこの時点でもう何ですか、これ読んで、で院っていうのは2年ですから8年経ってるかな、8かないし9年ぐらい経ってますよね。ここまで入れればですよっていう感じになります。で多くの人はまあやっぱり二浪が多かったんで、二浪三浪が多かったんで、まあやっぱりこのぐらい時間かけてなんかこう作家としてね、なんていうんですか、作品を作っていくっていう体制を整えていくっていう、まあなんかそんな感じですね。でちなみに大学の先生たち、まあ、教授の人たちから何か直接ね教わるってことは実はほとんどなくて、もうここまでいけば勝手に自分でやっていくっていう、まあそんな感じになります。だまあ場所は与えられるし、まあ聞けばなんか答えてくれるかもしれませんけどちょっともうあんまりなんか人に言われてやるっていう次元じゃないんですよね、この辺だと。いずれにせよ、でま
あごく一部のね、大学好きですみたいな人だけが、まあ、さらに博士課程とか行ったりするんですけど、でこれは3年です。でまあ私はまあここまで来ましたし、まあ、その途中でなんか1年休学して留学したりとかしましたけど、あで留学してでオーストラリアの、ね、美術大学、まあ、総合大学の美術学部かなに行ったんですけれども、でそこでね面白いことを発見しました。まあ薄々は感じてたり、まあ、話には聞いたりしてたんですが、向こうの 美術のね大学に行ったら、日本の大学のこういうシステム、まずなんかわけわかんないままにデッサン力を強化して、で大学にまずむちゃくちゃ自由になって、でなんか自力で自分のコンセプトを見つけるみたいな、なんかそういうなんか自分との戦いみたいなね、なんか感じになって、それをなんとかこうかいくぐってコンセプトが見つけられた人がアーティストとして、大学の修士とか博士にこう上がっていくぞっていうような、こういうパターンがこれ日本パターンだと思うんですけども、まあ、オーストラリアではですね、まあ、多くの欧米の国では多分そうだと、まあ、話聞きますが、まずこっちなんですよね。だから多分美大の倍率もそんなに高くはないんだと思いますが、まあ、入る時の、まあ、なんか面接でなんかこう喋るんですよね。なんかこういうコンセプトで自分はやってんだみたいな、ファイル見せて喋ったりみたいな、なんかそういうことをするんですよ。で、まあ、大学生ね、向こうの学部生の絵とかこう見るじゃないですか、まあ、行った先だからね、留学してるとこから、そういうむちゃくちゃ下手なんですよ。もうとてもじゃないけどこんな下手だと日本のね、美大には入れない。もう大丈夫かと、こんなに下手で大丈夫なのかっていう、もうみんなが下手なんですよね。だけど彼らはちゃんとこれを言えるんです。それで、まあ、学部にいる間に必要な技術、まあ、デッサン力とかいらないんですけども、まあ、その何というか絵の具の使い方とか、まあ、自分なりの手法をね編み出したりとかして、まあ、必要なコンセプトを見せるのに必要なテクニックっていうものを自力でこうとか、まあ、もちろん先生たちの、手助けを借りながらもなんか開発していくんですよね。まあ、あるいは鍛えていくんですよね。でそれでそれができなかった人がドロップアウトしていって、できる人は表現をする、ちゃんとできる人になってですね、まあ、確かな技術に支えられた状態で美術表現をできる人になって、つまりアーティストになるんですね。でそれで、大学院とかにこう上がっていくみたいな、なんかそういうシステムなんですよね。だから大学院レベル、まあ、この辺になってくるとですね、やっぱり両方兼ね揃えているわけですよ。コンセプトを持ってて、それを表現するに必要な技術をやっぱり持っているっていう状態、それは日本の大学でもどこの大学でも、まあ、美大でも日本の美大でもそれは同じだと思いますよ。で最終的にやっぱりアーティストっていうのはこれね、まあ、コンセプトも必要だし、それを支えるだけの技術も必要ですから。だけどもこれここがこの何ていうんですかね、どこでどっちが先か、まあ、技術が先かコンセプトが先かっていうところがやっぱりちょっと違うなという感じがしました。でまあそういうところって結構批判されるところでもあるんですよね。なんか技術ばっかり身につけちゃって、なんかね入っても全然コンセプトもないじゃないかっていうふうな意見もまああるんですよ。日本の美大もなんかちゃんとコンセプトをね語れるような人間を取るべきなんじゃないかみたいなことをまあ言う方、おっしゃる方もまあいらっしゃいますけども、でもね、これはね合理的なシステムであることはちょっと認めてるんですよ。なんでかっていうと、やっぱり入試これ倍率がすごく低かったらこれは成り立たないんですよ。だってこのなんですか、デッサン力を上げるっていうプレッシャーはやっぱり入試の倍率が高いから行われるわけ、あるわけですよね。でこれが倍率が高いからものすごいこれ頑張らなきゃいけないんですよ。で必然的に頑張りますよね、受かりたいからしょうがないから
ガリガリデッサン力をとにかくよくわかんないけどこの入試のプレッシャーでまず叩き込むっていうのはあのお得じゃないですか。こう使えるわけですよ。入試プレッシャーをエネルギーとしてなんかとりあえず技術力技術をね、まあ、デッサン力っていうことなんですが技術を得ちゃう。でその後コンセプトを見つけに行く膨大な時間の中で、ね、コンセプトを取りに行くっていうのは合理的なんですよ。後からねこのねデッサン力を鍛えるとかね技術を鍛えるっていうのは結構大変なんですよね。あのプレッシャーがあんまりないんでなかなか難しいと思います。だから本当に自分との戦いになるのかなと思いますね。特に、まあ、コンセプトなんかねちょっと手がかりをつかんだらあとは楽しんでやっていけるとかいう、まあ、育てやすいとは思いますよ。まあちょっと見つけるまではねしんどかったりするんですけど一度つかんできたらまあ育てやすいんですけどこういうデッサン力みたいなのは常に厳しい戦いなんでなかなかねやっぱり練習狂いみたいな人じゃないとトレーニング大好きみたいなねトレーニング自体にエクスタシーを感じるみたいな人じゃないとなかなかこの受験のプレッシャーも何にもなくてパッてやるっていうのは難しいのかなと思うのでまあ合理的なシステムですよね。受験のプレッシャーを借りてデッサン力を鍛えデッサン力がもう完全に身についた人がコンセプトを探すたびに膨大な時間の中でこの大学の、ね、4年間ないし、ね、まあ4年間ぐらい丸々ほとんど自由、まあ、もうこの美大対策予備校に行った時に比べたら全然時間の流れ方が違うみたいな状態ですけどもそこで自由にこう見つけていく伸び伸びと見つけていくっていうような方がなんかこう私は合ってたっていうことですね。まあ、もちろん逆の人もいると思うんです。これはねコンセプトもなく、ね、デッサン力を鍛えるっていうのは確かに、ね、このコンセプトを表現するのにです鉛筆デッサンの力っていうのはなんか実はあんま関係ないっていう場合だってありますからその場合ってあれロスだったんじゃないのとかね、まあ、実際はそんなこともないんですけども起きたりなんかするんで、まあ不合理だっていうふうにね感じる人もいるかもしれないですね。まあこの辺はちょっとまあ、何がいいのかは判断できないんで見てくれた人がねああそうなんだって思ってもらうかまあ自分はこっちの方がいいなとか思ってもらうしかないところなんですが、まあ、現状こういうふうな形に日本の美大はなっていますっていうことをですね、お伝えしました。まあ、ちょっと私のね考え方みたいなものも入っておりますのでまた別の美大生が見たらいやいや違うよって言うかもしれませんけども、まあ、ちょっと一つの、視点、まあ、私からの見た方でしたよっていうことを少し話させていただきました。で本日はこの動画はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。